ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者、こちらの高齢者からこちらの光り輝く高齢者なるための活動をしております。今日は2023年9月の3日日曜日です。今日は天気がいいようですね。今日はそうですね、人生にもっと笑いよーと、人生にもっと感動をとシリーズの出ます。まず最初の第一弾は君丸さんの夫婦川柳パート3行ってみたいと思います。奥様のシミはブローチ、シワデザイン奥様のシミはブローチ、シワデザイン、なかなかいいですね。これも首周り肉のたるみはネックレス、あーなんだ、首周り肉のたるみはネックレス普段アクセサリーを身につけない奥様の口癖は、私金属アレルギーなの、それに元の作りがいいから別にネックレスとかつけなくても全然問題ないわ。自信満々ですね。隣で聞いていたご主人、心の中でつぶやきます。うちの女房の場合はシミやブローチ代わり、シワは熊取りみたいなデザインだからな。私の分析によると、女性のシミ4.3は43歳から、シワ4.8は48歳から多くなります。さらにご主人が奥様を題材に川柳を、女房のほくろはまるで黒真珠、女房のほくろはまるで黒真珠ってね。これに奥様からの怒りの声が、母親なんだからほくろはいいでしょう、子供からおふくろって呼ばれてるじゃんし、呼ばれてるだんし、呼ばれてるんだしそれと首周りのたるみだったら本物のネックレスをプレゼントしてよ。ご主人無理だ、金欠で首が回らないネックレス、ですだけに首が回らないというね。奥様のシミはブローチ、シワデザイン、首周り肉のたるみはネックレスか、やったー、肉いってます。握ってた昔女房今手すり、握ってた昔女房今手すり。若い頃は夫婦で外出するといつも手を握ったり腕を組んだりしていました。自宅にいてもリビングでは手を取り合ってテレビを見て、寝室でも朝まで握り合って眠ったものです。それが今は外出してもさっさと前を歩くのは奥様です。何やってんのよ、早く歩きなさいよ、階段の上り下りなんか大変です。ご主人が手すりを頼りに歩いていると、手すりなんか持たなくても足をきちんと上げ下げすれば歩けるんだから。そんな奥様も時にはご主人の手を握ってくれることがあります。ほう、いいじゃないですか。夫の手握る奥様脈測る疲れてるの、わざわざ病院に行くのも面倒だし、お金もかかるでしょ。私が脈を取ってあげるから、測ってあげるから、腕出して。奥様の剣幕に押されて、思わず心拍数が上がってしまうご主人なのです。握ってた昔女房、今手すり。最後ですね。鼻の穴大きい方が管入る。鼻の穴大きい方が管入る。細い目もどうせ最後は閉じるだけ。細い目もどうせ最後は閉じるだけ。目は細いのにどうして鼻の穴はこんなに大きいのかしら。若い頃からご自分の顔の作りにご不満の奥様。ものは考えようだよとご主人。慰めてくれるかと思ったら、病気になって鼻から管を入れるときに都合がいいだろう。続けて目が細いのもどうせ死ぬときは閉じなきゃいけないんだから心配いらないよ。なんか気分悪いわねと、やっぱり不機嫌な奥様でしたが、定期検診で健康体です、これなら90歳まで長生きできますとお医者様から太鼓判。一方のご主人はというと、胃と肝臓の数値が悪いですねと言われ、このままでは
いかんぞ。楽しんだんがいかんぞ。その日以降、奥様はせっせと葬儀社のチラシを集め始めたそうです。ずいぶん集めやがって何枚だ。かっこ何枚だ。チラシを数えるご主人でした。葬儀社のチラシ集めは何のため葬儀社のチラシ集めは何のため、ね、花の花、大きい方が管入る。細い目もどうせ最後は閉じるだけ。いやそんなに早く閉じるわけにはいきません。チャンネル登録はまだ前に進めていきたいと思ってます。よろしくお願いします。ごきげんよう。